ハイペイさんです。今は、旧車のね、旧車乗りの方と、解散してですね、まあ、那須塩原だったんですよ。今日の集まった場所はね、まあ、那須塩原まで行ったんで、まあ、僕実家宮城なんで、まあ、実家帰ろうかなと、思って今もうだいぶ走っちゃったんですけど、今国見なんですけど、まあ、福島県のもう一番北のとこっすね。もうほぼ宮城ですよね。まあ、そこで今休んでるんですけど、まあ、そんな感じですね。まあ、本当はね、あだたらで撮る予定だったんですけど、ちょっと爽快に走り去ってしまってですね国見でね、撮ってます。まあ、国見もいいんですけどね、あだたらか国見、僕好きですね。東北道、僕いつもね、常磐道で帰るんですけど、宮城帰るとき、常磐道って言っても分かんないかな、海の方からですね。今山の方から帰ってるんですけど、まあ山の方から帰るもね、まあいいかなと思いながらね、はい、まあ走ってたわけですよ。はい、そんな感じなんでね、引き続き走っていきたいと思います。はい、ということなんで、あだたらじゃない、国見お別れです。白石着きますんで、高速降ります。まあ、高速降りたらね、何分ぐらいだろうな、30分ぐらいかな、まあまあそんぐらいね、走ったらね、着くと思うんでね、僕は渡里町というね、場所にね、住んでましてですね、もともとロードスターね、2台ね、あ、ロードスターと、あ、ロードスター2台か、あ、3台か、すごかったんですよ、途中まで。今止んでますけどね、今日あんまり旧車の人あんま来なかったですね。まあ、それは雨は大敵ですからね、まあ、錆びちゃいますもんね。まあ、僕あんま錆びとか、もともと野ざらしなんであんまいいかなっていう、雨でもね。直進です。はい、白石着きました。免許を取ったね、免許センターのそばなんですけどね、まあ、覚えてますね、今でも、まあ、5年ぐらい前かな、僕90点ジャストだったんですよね危うく落ちるところだったんですよ。ギリギリで受かるっていうね、ちょっとね、危険な受かり方だったんですけど、まあ、そんな感じですよ。ちょっとね、いい道じゃないですか、これ。ここの道好きなんですよ、僕。結構ね、走りがいがあるんですよね。まあ、ただの山なんですけど、でここを抜けると渡里町があるわけですよ。
着きました。疲れましたね、ほんと。まあ、今日撮った動画は、何本かにね、また分けてね、アップしていきたいと思いますので、旧車が好きな方、お楽しみにお待ちください。ということなんで、ご視聴ありがとうございました。